どうもこんにちは。今日はですね、珍しく車中泊に来ました。いつもはですね、キャンプに行くのにラパンで行くんですけれども、今日はボクシーで来てます。とりあえずですね、車の中に布団を敷いて、あとはもうご飯を食べるだけっていうような感じにしてます。今日持ってきたものなんですけれども、まずはテーブル。ボクシーはですね、助手席を倒すとこんな感じになってるんで、まあ、テーブルいらないかもしれないんですけれども、一応持ってきました。以前キャンプの時にも使ったんですけど、ビジョンピークスっていうところのグラムテーブルっていうやつです。これはですね、だいたいこういうローテーブルってシルバーだと思うんですけど、ゴールドで結構珍しい色なのかな。なんかちょっと見た目が気に入って買っちゃったんですけど、こんな感じのテーブルになってます。ただですね、ちょっとですね、足が狭くて立てられなかったので、こんな感じで助手席を倒したところの上にですね、プラスチックの上にこう置くような感じで使ってみようかなと思います。あと持ってきたものなんですけども、とりあえずナイフ。ナイフ持ってきたけど多分使うことはないですね。で、ちょっとすすで汚れちゃってますけど、とりあえずガス と、シングルバーナーですね。ちょっともうこれは先に準備しときましょうか。今回もですね、なるべく荷物は少なめでっていうことで、あまり物を持ってきてません。こんな感じで使おうかなと思います。今日は車の中で料理をするので、窓を開けて料理するときはやりたいなと思います。本当に今日は物を持ってきてないんですけど、あとは、こういう、箸とか、フォークとかナイフ、とりあえず食器と、一応ですね、100均のライト、ランタンも持ってきました。ちょっとですね、まだご飯食べるのは早いんで、暗くなるまでちょっと待ってみようかなと思います。結構暗くなったんで、ちょっとずつ料理をしようと思います。まず最初は鴨鍋。ちなみに今日のご飯はですね、この鴨鍋と、あとは、こちらお寿司、お寿司を買ってみました。いつもね、お刺身食べるんですけど、まあまあせっかくなんでね、ちょっといつもと違うものを食べてみようかなと思います。こういうのもね、鶏の鍋とかすき焼き鍋っていうのはあるんですけど、鴨鍋っていうのはちょっと初めてですね。美味しいのかな。今日ですね、一応調理用でスケレットも持ってきてたんで、蓋も一応持ってきてました。なのでちょっと蓋をしておきましょうね。やっぱり室内なので沸くのはすごく早いですね。どうでしょう、なんかいい感じにできてきましたね。まだちょっと白菜が硬いかな。あとはここにうどんですね。うどんを入れちゃいましょう。うどんがですね、1玉ついてるんですけども、今日実はですね、昼ご飯もうどんだったので、とりあえず半分だけ入れました。さあ、そろそろいいですかね。もうちょっとかな。ちなみに今日はですね、こちらのワインを買ってみました。あ、見えないな。スリーメダラーズ、スリーメダルズ、なんかそんな感じのワインですね。いや、こうやってね、一人でご飯食べるっていうのもいいですよね。ちょっとじゃあこの鴨肉からいってみましょうか。あ、美味しいですね。これすごい味が濃い鶏肉ですね。
うん、ワインもちょっと甘いかなって感じがしますけど、悪くないですね。うん、美味しいこれ。来る前にですね、100均で温度計を買ったんですけど、分かるかな、10度弱、まあ、そもそもこの温度計が合ってるかどうかもすごく怪しいんですけど、今のところ寒くはないですね。さあ、じゃあちょっと続いて次のご飯行ってみましょうか。次はこちら。これもまたなかなか美味しそうですよね。お寿司なんですけど、この車なんですけども、スタッドレスじゃないんですね。でスタッドレスじゃないのでなかなかですね、遠出が難しいんですよね。今の時期ってどうしても雪が積もってるじゃないですか。朝方とかも怖いですからね。でちょっと前にキャンプ場を新しいところ行こうと思ってリサーチに行ったんですけども、ここもね、やっぱり雪がすごくてたどり着けなかったんですよね。でもやっぱりそういうこともあるので、なかなかね、遠出が今できずにいますね。なかなかですね、遠出ができないんですけども、やっぱり山陰の方とか行って美味しい魚を食べたりとかですね、そういったこともちょっとやってみたいですよね。あ、美味しい。あとせっかくなんでですね、普段読めないような小説を読もうかなと思ってます。今回読もうと思ってるのはこちらです。秋の牢獄。こちらはですね、常川幸太郎さんっていう方の小説なんですけれども、今で言えばデスティニー鎌倉物語とか不思議な世界、基本的にですねそういう世界観を持ってる小説家の方なんですけれども、この秋の牢獄っていうのは何て言えばいいんだろう、ある場所に捕まってしまっている人たちの小説になってます。目次は3つありまして、1つは秋の牢獄、まあ、タイトルになってる秋の牢獄ですね。で、この秋の牢獄っていうのは、同じ日をずっと繰り返している女子高生のお話。なかなかね、これだけではちょっと説明が難しいんですけれども、11月7日の水曜日を繰り返す話なんですけれども、まあ、ずっと同じ日を繰り返してて、いろんな仲間に巡り合っていくんですけれども、あんまり幸せにはならないような話ですね。で次のお話が、わかるかな、神経没落。神経没落って読むのか、神の家没落って読むのか、神家没落、まあ、ちょっとわかんないんですけれども、これもまた結構面白くて、神話というかその塔の物語とかになるのかな、迷いがっていうのはあると思うんですけれども、その家では時間が止まっていて、
その家のものを一つ持ち出すとずっと幸せになれるみたいな、そういうのが迷いがかなと思うんですけれども、まあその迷いがに近い感じですかね。一個その神様の家みたいなのがあって、でそこの中にとらわれてしまうっていう人のお話です。イメージで言えば世にも奇妙な物語の13番目の客っていうお話があったと思うんですけれども、誰だっけな、草薙剛さんのやつなんですけれども、その話に近いかな。誰かが入ってこない限りはその家から出られないっていうような話ですね。で一番最後のですね、幻は夜に成長する、これまだ読んでる最中なんで何とも言えないんですけれども、この最初の秋の牢獄と、神の家没落、これ読んだだけでもですね、この小説を読んでよかったなっていうような感じがしてます。本当ね、この人世界観がすごいんですよね。なかなかですね、小説を読む機会っていうのはないと思うんですけれども、結構ね、読むと面白いですよ。はい、ですね、鴨鍋を食べて、お寿司を食べて、今度はですね、白身魚のフライ、これも食べたんで、そろそろですね、おやつにしようかなと思います。おやつはですね、こちら。これわかるかな？コリスの笛ラムネ。なんか最近ですね、お酒飲んだ後に、ちょっと酸っぱいものが食べたくなるというか、なんかラムネがとにかく食べたくてしょうがないんですよね。でここ数日は家でお酒を飲んでても食べる機会がなかったので、今日こそですねこれを食べようかなと思います。このおもちゃは女の子用、この笛ラムネなんですけども、横に男の子とか女の子とかっていうのが書いてあるので、それで一応選べるようになってるんですけれども、意外とねこれ知らない人が多いんですよね。で、今回は女の子用にしたので、これをちょっと開けてみます。何が入ってるんだろう。串、まあなんだか分かんないものが入ってるよりかは当たりなのかな。これ多分ですね、笛ラムネはこれが当たりです。もっとわけ分かんないものが結構入ってるんで、これ多分キャラメルちゃんとかいたら喜ぶ感じですね。この串でこう溶いたりとかできるんで、まあこれはちょっとね持って帰ってあげることにしましょう。いい年なのにこの笛ラムネ食べるのかって思うかもしれないんですけども、これね意外とね美味しいんですよね。はい、ですね、車中泊を始めて、2時間ぐらい経ちましたけども、もうなくなっちゃいました。もう1本買ってきてもよかったかもしれないですね。いつもね1本飲んだら終わりなんで、同じ感じで来てしまいましたけれども、まあまあとりあえずね美味しくいただきました。布団なんですけれども、ですね、敷布団があって掛け布団があって、それとですね、過去にどっかのゲームセンターで撮ったこのリラックマの枕、まあとりあえずこれを使ってね寝てみましょう。よいしょ。まあそういうことでおやすみなさい。